ヘルレン川は、ユーラシア大陸の北東部を流れる川で、モンゴル東部のヘンティー県から、中華人民共和国北部にかけて流れている。ヘンティー県のグンガルート自然保護区周辺のヘルレン、川チョイバル山市を流れるヘルレン川。ヘルレン川は、首都ウランバートルからは北東へ 180km ほど離れたヘンティー山脈南陸の反ヘンティー原生保護区内にある。 チンギスファンの生まれ故郷とされるボルハンハルドンの近くに発する。この地域は太平洋へ流れる川と北極海へ流れる川の分水嶺でもある。ヘルレム川は山地を南へ下った後、東へ向けてヘンティー県とドルノド県を流れ、モンゴル東部草原地帯を貫く。流域の主な町にはヘンティー県の県とウンドルハーン、ドルノド県の県とチョイバルサンがある。 ドルノド県を出て中国領に入り、内モンゴル自治区のフルンボイルを流れてフルンノールに流入している。フルンノールには、口実の通り一部の時期を除いて流出口はない。中国領内での長さは1 6 4キロメートルになる。ヘルレン川は内陸の草原地帯を流れる川の多くと同様に流量が少なく1年の中で断流している時期もある。 ヘルレン川の注ぐフルンノールには水の出口がないが、降水量の多い都市には湖の北岸から水が溢れて草原を3 0トルほど流れ、アル群川へと合流することがある。アル群川は中路国境を9 4 4トルにわたり流れ、シルカ川と合流してアムール川を形成する。ヘルレン川を含めた場合、アムール川水系は大きく西へ拡大し、 ヘルレン川源流からアムール川、川口までの長さは 5052km に達する。ウンドルハーン付近のヘルレン川、ヘルレン川流域は、強度や戦費など、モンゴル草原の遊牧民族の多くが活動した地域である。チンギスハンは、その活動の初期には、ヘルレン川一帯を活動範囲としており、伝説ではその墓所も、ヘルレン川の流域にあるとされる。現筆では、 キャクロサザナミキサザナミケルリーンムーまた、原始その他の当時の看護文献では、カツロオサム、京、両連、京六連、極六連などとも書かれた。民の英楽ミカドは、モンゴルのタタール部とオイラト部に対する北方申請の際、ヘル連川流域でモンゴルの軍を破っている。また、清の後期帝も、ガルダンハーンに対する申請を行い、ヘル連川でこれを破った。 ありがとうございます。